こんにちは、ゴッドコータンです。モンスターを自分で作って戦わせられる神ゲー、モンスタークリエイトの時間です。そしてこのモンスタークリエイトには他のゲームにはない独自のガチャ要素がありましてね。それがこちら。このパーツガチャとか、あとキャラガチャとか、これらのガチャって今は運営さんが作ったモンスターしか出てないんだよね。でもなんか5月の中旬だかのアップデートで、プレイヤーが作ったモンスターをガチャから出てくるようになるシステムを作ろうとしているらしいんだよ。それを作るのに際して、プレイヤーさんには自分で作ったモンスターをこのガチャに登場させてもいいですかっていうのを許諾を得る必要があるらしいんだよね。で、そのために追加されたハッシュタグというものがある。それが、このツイッターのハッシュタグモンクリッチョイス OK というもの。このハッシュタグモンクリッチェイス OK っていうこのタグがついている投稿に自分で作ったモンスターをくっつけて投稿することによって公式さんをリツイートしてね。で、そうすることによって自分のモンスターが運営さんに選ばれてガチャに追加される可能性があるらしいんだよ。まあ、全員が全員じゃないよ。運営さんが気に入ったモンスターをガチャに追加する予定があるんだって。ってことで、今回は運営さんがガチャに追加できるようにするためのモンスターを作っていきたいと思う。僕のモンスターをこのゲームのガチャシステムに登場させていこうとね。ってことで、やっていこうか。今回のモンスターを作る時のコンセプトは、かっこいいだな。今まで気持ち悪いのばっか作ってきたから、今回は大衆受けするような、まさにこのゲームの看板になるような、そんなかっこいいモンスターを作っていきたいな。ニャンコ大戦争でいうところのネコムーと、ポケモンでいうところのルカリオみたいな、そんなやつだ。じゃあ早速作っていこう。今回のコンセプトはかっこいい。ということで、ゴッドコータンがかっこいいなこいつと思うような特徴を存分に入れた。まずはこの目だ。ぐるぐると回る派手な配色の目と、それにくっつく対照的な羽と、そして鋭い昆虫のような牙を顔にくっつけることにした。そしてこの顔に合う体を作るのがとても大変だった。僕は最初鳥のような見た目にしようとして、鎧のような体を横にしたものをくっつけることにした。ただこの形がどうも見覚えがあったんだよね。そうだね。前回あたりに作った、機械会長、なんたらかんたらみたいな、そういう鳥のモンスターだ。あれと作り方が全く同じことに気づいた。同じものを作りたいわけじゃないから、急いで体の部分をランダムに入れ替えた。するとしっくりくるものだがあったため、それにして、そして体の同じような色の部分に足と、それからちょっと飛び出た部分にガスを作るところの中、ペペってやつをつけて、で、足をくっつけたりなんだりをした。でも今作っただけの見た目だと、どこかで見たようなデザインになってんだよ。僕が作ったスタンダードなモンスターのようなね。だから体の部分を急いでとっかえひっかりすることによって、ランダムでくっついた割にはなかなかしっくりする体を見つけた。その体が逆さになっていることを利用して鳥の体に改造したわけだ。鳥っぽさを演出するために髪の毛のパーツを何個か使い、翼を表現することに成功した。こうして作られたモンスターがこれだ。できた。こいつの名前は、幻覚鳥魅惑窓わしだ。おめでとう、幻覚鳥魅惑窓わし。どうしてそういう名前かって、わしというよりかは見た目はどちらかというとダチョウのように見えるって。僕はこういう類のね、二足歩行で走るタイプの鳥が大好きなんだよね。幻覚鳥魅惑窓わしの詳しい説明をしましょう。こいつはぐるぐるパンチといってですね、ぐるぐるパンチ、相手が当たったらすぐに混乱する、そういう能力を持ってる。なんならスキルがね、そのぐらいしかまともなやつがないんだよね。あんまガチャ引かないから。それと攻撃力はだいたいマックス。あんまりステータスとかはよくわからなかったというか、あんまりその関係なく振った、見た目重視で振りました。だから攻撃力がぶっ破されてるとかそういうのは一切ないよね。ただ使えるもんは全部使ってもいいのかな。こいつがガチャに出てきたらみんなはどう思うだろうか。そういう風に考えた時に僕はこう思った。当たりだなっていう風にね。例えば僕の作ったこのガチャがニャンコ大戦争の超レアとして追加されたとしよう。そしたら僕は好みの見た目なので、何個も何個も猫缶を買って、で引こうと思う。狙う対象になると思うな。そのぐらいにまで優れたデザイン性を持っていると僕は心の底から思っている。ということで、時間帯的にランクマッチやっていないので、フリーマッチのソロでやっていきましょう。お相手さんはイグドさん。よろしくお願いしますね、イグドさん。僕が作った最新鋭のスーパーモンスターである、幻覚鳥魅惑窓わし。わしっていう字が漢字なのが、
このピンポイントというかチャームポイントね、なかなかいいセンス持ってるだろう。今思ったけど、僕のモンスターって思ったより鳥系が多いな。僕って爬虫類とか両生類が好きなんだよ。でも意外と鳥も好きなのかもしれないな。インコとかカラスじゃなくってダチョウとか低い鳥みたいな類の、そういう二足歩行で歩くタイプの鳥が好きって意味だ。だから僕が作るモンスターもこういう怪鳥というか恐鳥類に似たような見た目のモンスターが多いんだろうな。かっこいいからね。そりゃそうだ。ということで、モンスターさんがね、僕のやつラージサイズになっちゃったので、お城のレベルが全部で5レベルになったら、早速モンスター出していきましょうか。ちょっとなんか、やばいな。一旦こいつ出しとこう。なんだっけこいつ、なんとか町ギア四つ足？こいつも鳥なんだよね。僕が作る、あ、これいいデザインになったぞってタイプのモンスターって、大体鳥だな。ちょっと僕鳥飼ってみようかな。新しいお家引っ越した時にね、ペット禁止とは言われたけど、犬や猫は禁止って意味らしくって、鳥はありらしい。意味わかんないよな、そこら辺の線引き。じゃあ、ニシキヘビはどうなんだって言うと、ニシキヘビは危なそうだからダメらしいんだよ。鳥はうるさくてもいいのかって思うんだけどさ、やっぱそこら辺は周りからのその、客観視した時にどう映るかっていうのが重要なんだろうな。ベルツノガエルとかは多分 OK だ。まあそんな面倒くさいどうでもいい話は置いておいて、お城のレベルがこれを作ることによって5になるそうですよ。よし、5になりましたね。ではあとはコスト6払って僕が作った最強の鳥である幻覚鳥、魅惑、くそ名前が出てこね。待て、あれ、獣脚獣ギガントメタル、こいつの見た目もよく見たら鳥だぞ、ほら。あははは、こいつも鳥だ。なんつうか鳥多いな、僕のモンスター。そしてコストが今7溜まっているので、そろそろラージサイズのモンスター出てきてもよろしいのではないでしょうか。そして相手ラージサイズパックンの、なかなかこれあれだな、強そうだな。パックンだと、パックンのスキルを持ってるモンスターは自分より小さいモンスターを食べちゃうからな。食べられたらどうすることもできないから眠らせておきましょう。よしよし、寝たぞ。寝てーで、あ、うんこになった。大丈夫だよな。早くラージサイズ出てくんねえかな、ちょっと。早くラージサイズ出てくんないとさ、こっちら結構ピンチなんだわ。ピンチを打開するためのラージサイズだろ。何をやっているんだね。いいタイミングで出てくれないとさ、お城が全部壊し終わった後に、やった出たっつって、消化試合みたいになるだろう。そんなん、冷めちゃうんだよ。早く出ろ。早く、早く、早く、早く。あー、来た。かっこいいな、なんか、フラミンゴみたいだ。でもって使う部位は腕っていうね、鳥なのに腕っていうギャグですよ。で、お相手はお相手でまた子守歌を使ってきましたな。結構うざったいですね。で、僕は、あ、いいよ、ぐるぐるパンチ。これを使うと相手が高確率で頭ぐるぐるおっぴろぺになるらしいんだよね。で、攻撃力も体力も防御力もこいつ自体そんなにね、低いわけじゃないんだよ。そこそこ高い。で、攻撃力はマックスだから、なかなか火力は出る方だとは思いますよ。で、ワイテさん、子守歌めっちゃ出してくんな。ここでレーザーガンを出しますね。レーザーガン使ってこいつの攻撃力を広範囲に撒き散らすことができるんだ。あと一発。いいね。あと一発出せるぞ。ぐるぐるパーンチ。お相手全員死ぬか？お城の数的に相手の方が勝ってんのがちょっと不穏だよな。お城のね、数が最終的に多かった方が勝ちになっちゃうんだよ。秒数が0になった時にね。で、お相手さん、恐竜が出てきましたね。こいつもラージサイズですけれども、おそらくは体力はそこまで高くないと思います。でもって、これ大丈夫か？あと30何秒だけれども。ここでお城を作ることができれば同点に持っていけるぞ。よし、お相手レベル10だ。で、相手ね、攻められてる感じだから、ここでお城を作るとかっていう悠長な真似はできないはずなんだよ。で、今お城を作ることができれば僕は結構いい感じになる。このお城を作るのに成功すれば、秒数で僕の方が勝ることになる。で、もう一個お城開発しよう。もう勝ったわ、これ。はい、余裕。さすがだね、L サイズを出して、ここまで活躍できたことって結構ないんじゃないか？あえて羽じゃなくて、この髪の毛の部分のパーツを使って毛皮を表現したのは、我ながらナイスだデザインだと思っています。ってことで、イグドさん、ありがとうございました。かっこいいねーを狙って作ったんだけどな。ついてるモンスターのいいねが、キモいいねなのが、なんか複雑な気持ちになるよ。ただ、モンスタークリエイトにおけるキモいいねは、キモくてかつ魅力的なモンスターを作るっていうことの難易度の高さから一番もらって嬉しい評価らしいんだよ。この公式さん曰くな。
本当かわからんが、でも確かに気持ち悪いけど魅力的なキャラクターを作るのってむずくない？可愛いキャラクター作るのは簡単だし、かっこいいと思うキャラクターを作るのは簡単だけど、相手に嫌悪感とともに魅力的だなと感じさせるキャラクターを作るのは、なかなか難しいことだと思うんだよな。運営さんもそれを言ってた。だから僕がキモいねが一番多いモンスターを作ることが上手っていうのは、才能なんじゃないかなっていうふうに思います。だってキモイネの代表としてゲームの広告に出たんだから、そんなんね当たり前よ。僕ってちっちゃい頃からキモい絵ばっか描いてたんだからな。ただ小さい頃に描いてる絵は別に気持ち悪くしようと思って描いてんじゃなくて、かっこいいモンスターだなって思ってるキャラクターが周りから見たらキモいっていう判定だったってだけなんだけれども、それと別にちゃんと賞とかも取ってるから、やっぱ小さい頃からキモイネの才能はあったんだろうね。なんか嬉しいな、そんなこと言われちゃうね。じゃあ2試合目行きましょうか。配線よろしくございますと。今回はですね、前回作ったお腹ぶち破りワームさんがいます。こいつは相手のモンスターパックンすることができるので、小さなモンスターがいれば、もうかもですよ。かっこいいなお前。かっこいい、ちょっと好きかもこのモンスター。この異形感というのかな。このね、触覚部位なんだけど、ここを虫の足として使ってんの結構うまいなって思った。でもって、こちらもまた出しますよ。名前忘れちゃったけど。これ出したモンスターにさ、カーソル合わせたら名前出てほしいな。あ、これは別にあれね。あ、くそ、なんか電話かかってきた。電話かかってきたせいでゲームが中断されたぞ。もう、まったく、一番強くて一番うまくいったなっていうタイミングに限って、クソみたいなセールスから電話がかかってきたせいで、ゲームが中断されちまった。スマホゲーの悪いところだな。これはモンクリが悪いって言うわけじゃなくて、スマホゲーでがスマートフォンっていう媒体でゲームを作っているということからしても仕方のないことではあるんだけれども、だからといってゲーム中に電話をかけてくるのはナンセンスだな。ってことで、幻覚鳥魅惑惑わしを行きましょう。惑わしっていうの言葉とさ、あと、わしっていう鳥の名前をかけてるんですよ。かっこよくね？このネーミングセンス。そして虫のように見えて鳥のようにも見える。この絶妙なモンスターのデザイン。いや、さすが僕といったところですな。でも、ぶっぱしましょう。このぶっぱという戦い方はですね、序盤にモンスターを出しまくって、お相手さんがお金が不足してるタイミングで相手を叩くっていう立派な戦略ではあるんですよね。なので、ここでモンスター出しまくって相手を序盤のうちに叩く。なかなかいい戦法ではなかろうか。そして、お相手さんの後ろは、今レベルが5ですね。同じですよ。モンスターたくさん出してボコボコにしましょう。てか、相手のモンスターさん、なんか、パーツがバラバラだし、色も統一してないことから見て、初心者だね、これ。ちょっと悪いことした気がする。まあいいや。やってきました。3試合目です。これで最後です。負けても泣いても、これがラストだ。だから僕は、なるべく笑っていきたいな。負けても泣いてもだと、どっちにしろ負けてんのか。笑っても泣いてもこれが最後だ。行くよ。お相手さんは僕よりも弱いことを願いましょう。なんかかっこいいなお前。交わってるとかくっついてんのか？乳首知ってる？乳首知ってないお前。あ、違うか。多分モンスターを抱きながら戦ってるっていうこと？なんかむずそう。そして強いね。あ、これ、あれだな。これあれだな。モンスタークリエイトってのは、金パーツと虹色パーツってのがあるんだよね。金だったり虹色だったりしたら、たとえ同じ形のパーツであったとしても、ステータスが上昇率上がったりだとか、めちゃくちゃ強かったりするんだよ。で、そういったパーツを持ってる人たちは、全員討伐っていうね、モンスター使って NPC と戦ってドロップした、その装備とかがいっぱい持ってたりするわけなんですよね。討伐っていうのをクリアしていて。そういうのを毎日やってるから、そういうパーツを手に入れることができてると。何が言いたいかっつうと、やり込んでる度合いが違うってことなんだよね。たくさんモンスター作ってレベル上がって、でもってゴールドパーツとか虹色パーツとかいっぱい持ってるから、クソ強くなってんだ。クソ！じゃあこれは負けだ！やり込んでるやつには勝てねえ！はぁ、勝つためにはたくさんやり込む。それが、勝つための方法だ。だって見ろよ、この丸っこいやつ。見た目シンプルなのにアホみたいに硬いぞ。全然倒れてくんねえの。城も全然、なんか、やーやー。これはまあ仕方がないな。ってことで、今回はここまで。チャンネル登録と高評価よろしくね。みんな、モンスタークリエイト楽しんでみてください。ガチャに自分のモンスターが乗る可能性もありますからね。こいつかっこいいな。乗る可能性もありますからね。
乗るためにどうするべきかって、それはセレクトオッケーみたいな、そういうなんかハッシュタグをくっつけてツイートするだけだ。じゃあね。